駅ホーム、上部崎駅は、山口県宇部市松山町五丁目にある、西日本旅客鉄道宇部線の駅である。山口県最南端の駅である。相対式ホーム2面2線を持ち、交換設備を有する地上駅。駅舎は、下りホーム側にあり、上りホームへは、個線橋で連絡している。宇部駅、宇部新川駅当駅間の区間列車が設定されており、この列車は、 上りホームで折り返しを行う。上新川駅管理の無人駅。自動券売機が設置されている。かつてはポス端末が設置された簡易宅駅であった。推薦式のトイレがある。1日の平均乗車人員は以下の通りである。専用線での入れ替えかつて併設されていた日本貨物鉄道の貨物駅は専用線発着の車扱い貨物の取扱い駅だった。 駅の西にあるセントラルガラスウベ工場へ続く全長1トルほどの専用線があり、この工場へ石灰石を輸送するため、ミネセン、シ駅と東駅の間に専用貨物列車が運行されていた。ウベ駅等の区間の有効長の制約から、朝駅で編成を分割し、2役を2回に分けて行うため、ウベ線内は2往復の運転となった。当駅では、 貨物列車の牽引機関車は上下本線を着回し線として使用した。貨物列車は2009年10月18日をもって運行終了した。かつてはセントラルガラス宇部工場への専用線の途中からムグビエス宇部工場へ至る専用線が分岐していた。この専用線はコンテナ貨物の輸送にも使用されていたが1987年に廃止された。 炭鉱が閉山して以降、駅周辺は閑散としていたが、1999年に富士倉卜部がオープンし、現在ではその周辺に商業施設が多数開業している。ありがとうございます。